しぶりの人もこんにちは。知ってる人もいるかもしれないけど、一応自己紹介しておくね。私ライム、この甘党町のピルルージュっていうお店でパティシエとして働いてる女の子。実はね、1年前にこの町のパティシエコンテストで優勝したんだ。すごいでしょ。でね、実は先輩や店長がコンテストの伝説のカリスマ、そうそう、ライバルのミントちゃんともお友達になって、今は毎日がハッピー。次の目標で、今は店長って、あらら、あ、て仕事中の独り言はほど、そうそう、そうで、あ、後片付け、ありがとうございます。お先に失礼し、待って、それな、ミントちゃん、あなたって、もう、あなたの、もう、違います、どうせ、もう、お泊り楽しみにし、そうよ、ていうか、私の髪、うん、そうだね、あ、材料買い、ミントちゃん急いで置いてっちゃう。そうなの、夏って聞きなさい。町のパティシエコンテストを機にライムとミ、僕も妖精の国へ戻って、ラ、大丈夫、君と一緒にいたから、みんなの喜ぶか、少しの間留守にするけど、それじゃ、初めての人もいると思うから、1年前に私の願い事でも、なんかよくわ、んで、またそんなパフィーが突ほんと、はぁ、あなたね、人がわざわざ来てぬいぐるみか何かし、妖精の仲間たちが急に悪い心、え、詳しいことはとにかく、ちょっと、ん、マジカルスイーティ、いったーい、ギャフ、お尻や、ちょっと、ごめんごめん、でも無事に目、うわー、これは夢です。夢じゃないって。それはそうと、話せば長く、あの日、その日は、でも一瞬、変だと思って、パフィー、冗談言ってる、そいつらは、僕は命、穏やかな話、王都との連、このまま、つまり、お、その、とても危険、で、それならだ、スイッ、おー、なんなんで、魔法、この衣装と武器は、妖精、なに、まずは、キャンディーウッズにいる、森のよ、よくわからない、ちょっと、人間界とは別の世界に、妖精の女王、シルフィーラン公の国で暮らす妖精、ですが、ラン、ミッドタバ、ライムちゃんとミ、分かっていたよ、シー、それよりもまずは二人に魔法、とは言ってもいろいろ複雑だから、パフィー、私そういうのは、さーて、どの、無視すんな、この森の奥深くに、な、ほんと、ここがキャンディーの、キャンディーの実、おー、
一粒いただ、ライムちゃんだ。ブーやだ。よし、あなた、僕たち妖精には虫歯。よし、私をよ。無理だ。Hey!
これは珍しい。その姿はもしかして、いかにもわしがシルフィーランド。お知り合いですの？知り合いではないフィー。トラベイは自分が認め希少な相手とか、うん、まずい。はい、お前気に入った。やった。そうだ、おかし、わしたち妖精は菓子が大好物なんやけど、だから妖精の。そうなんですのね。なんやって、この二人は。まあ、オーケー。本当です。トラベすごい。おい、お前